エアリアルのツイスト、ひねり技を加えたエアリアルツイストを教えていきます。エアリアルツイストというのはエアリアルができないといけないわけではないです。意外と全然回ってる時の感じは、まあ、あんまりエアリアルって感じはしないです。略してエアツイとかエーツイとかエーツイストとか書いたりします。もう一個ですね、今日はちょっと教えないんですけども、バタフライツイストというものがあります。これも同じツイスト系の技で、まあ、A ツイスト、B ツイストとか言ったりします。この2つの違いとしましては、バタフライツイストは1、2で横に回りますけど、エアリアルツイストはですね、1、2で、このさっきのエアリアルの姿勢は一緒です。ここから体勢から一緒で、ここからですねこっちに回しますから、軸が縦になると思うんですね。バタフライツイストは軸が横になると思います。簡単な方をお伝えすると、難しそうなのはどっちも難しそうに見えますけど、やってみた感想としてはバタフライツイストの方は怪我が少ないけど完成させるのが難しい、エアリアルツイストの方は形とか途中で、回転が止まってしまうと怪我がしやすいですが、着地は簡単です。個人的な解釈ですけれども、バタフライツイストの方は怪我はしにくいです。逆です、逆に。ただ着地が難しい、この2つです。でそれでどちらかを練習するか皆さんにお任せします。やりやすい方法としてはバタフライツイスト、着地難しいんですけど、まずはツイストになれるっていうところではバタフライツイストから練習した方がいいかもしれません。そこからエアリアルツイストはもう気合で回してみるという人もまれにいらっしゃるので、エアリアルはですねパワーステップで入ってます。これはですね体操選手のロンダートだったり、ロンダートから入るステップと、あとは手なしの、手をなしする体操選手の側中、はい、側中とステップが一緒。2の時に体を回したり、そして途中でですねほどかなければしっかりこうホールドして、あの僕左回りなんですよ。左足を引っ掛けてる人は左回り、右足を引っ掛ける人は右回り、回転する方に手をこうかけてもらって、向き、首の向きも回る方にしていただければ回転をつけることができます。途中でほどくと本当に危険とまではいかないですけど、怪我をするリスクがあるので、まずはじゃあ途中でほどかずに下手なエアリアルツイストやってみます。途中でほどかずに最後までホールドしといて左を向き続けた人、ただしジャンプ力が少なかったり蹴りが弱い人ですけど、最終的にどういう風に動いていくかっていうのをお見せしますから。宙返りとかもそうなんですけど、やっぱりあの初めてやる人とかって感覚がないと思うので、あやばい怖いとかってなってほどいちゃう人が多いです。これすごい注意、これあの皆さん注意してくださいね。他の宙返りとかでも一緒です。感覚っていうのはやっぱり分からなくなるんですよね、初めてやると。初めてやる技とかは特にそうです。あれってなって、あ分かんない分かんないってこう自分の体を守ろうとするんですけど、ほぼほぼ逆効果だったりしますから、しっかりキープしてみてください。一回それを見せてみます。でも意外と大丈夫だったでしょ意外と大丈夫、でも痛くはないです今の。今のは痛くないんですけど、やっぱり回転ホールドしとけばしっかり回れますから、ね、あの絶対守らないといけないのはやっぱり頭とか首とかになるので、今のように回っていただいたら大きい怪我はしないで済みます。ただ今ちょっとどういう風に映ってるか見てないから、あんまりちょっと変な感じだったらあんま見せたくないな。でも大丈夫だったでしょバク宙とかもやっぱり途中で止めたら絶対頭から落ちちゃうから、ホールドすることとキープすることがいかに重要かっていうのを、今日はちょっと真面目な動画になってますけど、知ってもらいたいです皆さんに。バク宙のひねりとかもそうなんですけど、途中でほどいちゃダメです。首を戻したりしちゃダメです、危ないです。じゃ最後は成功したエアリアルツイストを見せます。ちょっと失敗したかな、取り出したやつ出します
では、また次回お会いしましょう。バイシャ。実はですね、結構人見知りなんですよ。人見知りなのと、正直ね、こんな喋るのはちょっと動画ぐらいだから、そのパルクールで練習するのもたくさんの人が来たら実は結構しにくい体質なんですよ。で、アメリカに行った時にアメリカのパルクールの動画を撮りたいなと思ったんで、パルクールの仲間に、練習しようって言って、で、この人とかこの人ぐらいで、もう3人とか4人でいいって、で、友達が言うんですよね。なんでってみんなで行った方が楽しいじゃんみたいに言ってるんですけど、ちょっと僕が、逆に人が多すぎちゃうと、みんなが上手すぎて自分が全然できないから、ちょっとそれがコンプレックスになるというか、動きづらくなるので、結局もう動かないで一日が終わっちゃうんですよ。だから本当に何人かな、3人誘ったんですよ。3人誘って、で、この場所に練習しようって言って、で、言って当日ですねもうオチ分かるでしょ。行ったんですよ。いや、本当に当日行ったら、まあ最初は僕がしかいなかったんですけど、そこにこう友達が来て、あ、お疲れみたいな感じで、で、あと2人が、誘った2人が来るだろうなって言ってたら、まあ、2人来たんですけど、その後さ、どんどん来て、ちょっとびっくりしたんですよね。なんでこんなに来たのみたいな、ってなって、で、結果ですね、20人ぐらいだったっていう話で、なんで20人になったかというと、誘ったうちの一人がなんかもう一人誘ったらしいんですよ。もう一人で、それぐらいだったらいいんですけど、その誘った人がマーカスって言うんだけど、アメリカの第2のボスの人なんですけど、こう、まあ、第2のボスの割に結構お茶目と言いますか、割と面白い、ドラゴンボール大好きなんですけど、その人、あとは結構日本語を言ってくる僕にあの面白い、面白い動画、その撮った動画とかももしかしたらここら辺に貼ってるかもしれませんけど、別の動画とかでなんかもしかしたら流すかもしれません。で、その人がFacebook に何日にここでやりましょうみたいな、やりますみたいなこと書いて、それでみんなが集まっちゃったっていう話でも結果逆にいい動画が作れましたね。そのアメリカで撮った動画があるので、よかったら見てください。